テスト近いけどこれだけはやめられない。どんだけ一連ガチャ好きなんだよ。毎度おなじみ一連ガチャ。今回のゴッドフェスは年末年始のと比べると見劣りしちゃうけど、一連ガチャにはあんま関係ない。どうせ一回しか引かないからな。ではではここで一連ガチャのやり方の説明から。一連ガチャのやり方は、とっても簡単。まず、魔法石を頑張って5個貯める。そして、パズドラ愛で心を満たしたら、準備完了。ではでは今年一発目、いいのを引いていきましょう。今回の裏フェスは光属性みたいだな。なるほどね。なら今回はカーリーが出そうだね。カーリーはフェス限だからあんま関係ないと思うんだがな。さて、今回はどうなるか。パズドラのお姉さん、2016年もよろしくお願いします。今年はもちろん中井さんが活性化しますよね。期待してますよ。ということで、新年に一発目、お願いします。ふぅ、これでバッチリっと。何がバッチリなのかわからんわ。さあ、君、中身は何だいな。裏フェス強い。ほんとパズドラあるあるだよな。動画のご視聴、ありがとうございます。チャンネル登録をすると、光菜の新着動画が見やすくなりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。スマートフォンやタブレット端末でご覧の方は、動画の下にある登録ボタンから、パソコンでご覧の方は、この登録ボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますので、ぜひともよろしくお願いします。では、光菜の他の動画で会いましょう。しただけ。